これをね、こういう、これはあれなの、鞍馬石っていうの、こういう石があるんだけど、それにね、これをこういうふうにしてね、こう植えたいんですよ。こういうふうに。だからこのままじゃあるでしょ？これをちょっと今、こう、ちょっと脚色して、針金かけてね、それなりの将来の姿をちょっと想像できるような針金をちょっとかけるんですよ。こうやってね、ちょっと頭を落として、ちょっと落として。ちょっと杉いっぱいあるけどね、これはだんだん治ってきた証拠なんですよね。だいぶ前にこれ、挿し木施設で。これ真柏だよ、糸魚川の真柏。かわいいでしょ、これね。これだって結構あれだよ、挿し木して3年から4年経ってんだよ。それが針金かけてかっこよくなるっていうのよりも考えつかないもん、考えつかないでしょ？それはあなたは想像力に欠けてるよ、少し。あ、どこへ。想像力に欠けてる。もうちょっとイマジネーションを働かせなかった。こういうふうにするんだけど、これはですね、これこういう感じでいきます。これ、こことここ、これでね、あ、それはもう土に刺さないんだ。刺さない。これでこのままポンといくから、それでさ、こういくんですけど、先の先の細いとこをかけるっていうのはこれあんまりないわけさ。これでね、だいたい大筋にちょっとかけとけば、あとはこう年数経ってきたら、ハサミなりね、爪でもって積みながらやっていく大きさね。大きくしないから、木は。だからちょっとした玉作りのような感じだけど、この綺麗な枝作りはできないよね。あまりにも木がね、小鉢なので。係長、これだよ。これのね、この辺ですからね、ケトツチース、あんまりいっぱいあっても、いい、余ってもいいけどさ。ケトツチが日干しレンガになった。日干しレンガ？あんまり水入れたら今度はトロトロでまた足さなきゃなんないよ。だなるよ。そしてまた入れて、そしてまたトロトロにして、明日の朝までやらなきゃなんない。もうね、終わんないよ。終わんねえぞ。トロ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 で。ちょっと待ってね、今ね、温室のね、屋根閉めてくるから、あ、そうか。ちょっとね、今北海道だから冷えてきたから。これはですね、これここにこういうふうにね、やりたいんですよ。ただだからこういうものはポンと置くんだけど、ちょっとこうやっぱり多少の癖をつけておいてね、こうやって、そしてあまり長いとこはこう落としておいて、ちょっと先を落として小ぶりにしておかないとね。まだこれ意外とね、こういうのに植えるとね、あれなんだよ、生育いいんだよ、すごく。なぜかったらいつもね、空気がさらされててね、で根はいつもね乾燥状態でしょ。だけど水やるでしょ。それが石ころあったかいし。石ころあったかいし、そして乾きやすいし、乾きやすいっていうのが一番大事なの。水はね、そんな一瞬でいいんだから、やるときは。いつもジャブジャブしとくと水につけとけばいいことになるでしょ。それじゃダメなんです、木。うんと乾いたらうんとやるの。それの繰り返しするとね、意外とね、成績、植物のね、生育いいんだよ。でっかいのに入れてたまーに水やるっていうのはね、あんまり良くないよくないの。これ、こういくんですから。こういう感じ。それはもう石で囲わなくていいの？どれ？これ。石っていうよりもね、ちっちゃい石で。いや、これはね、今ここにケト土がね、係長今作ってから、ケト土を塗ってね、それにね、それを接着剤代わりにここに苔をね、ずっとこう貼っていくんです、ペタッと。そしたらね、それは動かないから。そしてそこの、その要するに鉢作るわけだよね、こういうね。それでこの針が止めるでしょ。でここは普通の、赤玉土で植えるわけさ。そうするとこれがね、ぐーっそれ水やった時にあーって一緒に流れてくれないの？流れない、絶対流れない。あ、そうだと、ケト土だよ。嘘だと思うんだら見せてやる、今。ここにやるめ。木が弱ったら石につけれって、
あの先祖代々言われてんだもん。どういうのだったら弱ってんのか分かんないもんね。もう弱ってると思って、うん、弱ってると思ったらもう死んでるもんね。死んでる。ああそれはね、うん、それはね、あの弱ってると思ったら死んでるっていうのは大体みんなそうだね。係長、ちょっとこれ苔ちょっとね厚みあるんです、もうちょっと薄くしてください。その土手ここちょっとこれね、こういうとこ少し開けとかないとね風情がないんでね、うん、あまりこう鉢ギリギリにね苔張っちゃう、苔乗ってくるとねまだ狭くなっちゃうんだ。ケツ切らないとダメだよ。うん、ケツ切るよ。ケツって言わないでお尻って言って意外とあれだからね、あの薄くてもいいからね、あのね、もうちょっと山低い方がいいな。その苔乗っけたらその、うん、もたっとするとね、その石の厚さがね薄いからね、上あんまりね大きくするとね、あの清潔感がないんだ、もたっとして。そうそうそう、まあ後で今貼るときにあれするけどさ、ちょっとうるさいからね注文。うるさいね、取り越してうるさすぎる。発注者うるさいからね。発注者は悠然とね構えてない。ああ、ダメだ。いや、ダメだ。発注者はやっぱり下請けに任せてんだからね。任せてもらんかったら。信頼関係で成り立ってんだからさ。そうそう。信頼関係って言うけどね、あなた。人によってね、それはあの信頼する人としない人というのは分かるよね。分かる。それはやっぱりあなた。まだ係長ではまだまだ勝つんじゃなかった。はい、係長、苔できたよ。足りるか、この苔で。うん、足りる。こっち側だけずーっと行くだけだから。大丈夫。中はいらねえんだからさ。縁、うん、だけだから。全周。こっちが正面？はいです。ぐいぐいっとこっちから苔押し付けるから、あのね、やっぱり石の縁がいるわけさ。石ギリギリでやるとね、余裕がないのさ。はい、はい、ご苦労さん。はい、来た。こういう感じにね、はい、まず、あの、鉢でいう縁を作るわけね、はい。で、これを植えるんですけど、このまんまじゃね、みんなさ、見せたらトロトロって流れていくのね。そうでしょ。そうそう。それでね、こういう苔がね、苔をこうあるんです。これは今色気悪いけどね、これは今暖かくなって水吸ったらね綺麗になるわけさ。これをねこっちにちょっとこう埋め込んどくの。苔の移植だね、うん、これだから結局さ土も流れないし、水もねここで苔で一応ストップしてね、ダラダラと来ないでしょ。それとあのまあもちろん見た目もいいし、なんと言ったって流れないように水がね、苔が崩れ、毛と土が崩れないようにしなきゃなんないのは第一でね。これは鉢のへりですから。これこれ水はどこから流れるの？黙ってても流れます、じゃーっと。全然そんな心配ない、この真っ平だから。なるほど、うん、斜めにしたりね、その穴開けたりする必要ないの、こういうのは、ね、うん、もう際どくなって水を欲しがってるからすぐ吸っちゃう、あの、うん、木自体で吸い上げちゃう。だから腐るなんてことは絶対ありえない。普通の鉢はさ下からで水が出てくるからさ、うん、あ、もう水やめるのあげるのやめようかって思うけどさ、うん、これ出てこなかったらどうやらない。何も上にふわーっとかければもうそれで、こんな薄いから、うん、もう感覚です。ふわーっとかけたらちゃんと染みるから、うん、もう長くやってる必要ないの。あ、そう。だからある種ね、うん、根っこしっかりするまではね、うん、それは水の加減方はあれだよ。ひょっとしたら夏なんかだら2回やらなきゃならないこともあるよ、うん、だけどね、なんていうんですか、この特にこれ今植えるの心拍でしょ、うん、この子たちはさ意外とね水乾きに強いしね、うん、そのこの環境に慣れやすい木なの、うん、こ
これがね、エゾマツやなんかですとね、大変なんだわ、乾くと ね、ちょっとぐずるんだよね、うん、だけどこの心拍はね、意外とね、もうやっぱり全国的な人気あるのはわかるね。本当にあの扱いやすくていい種類だよ、うん、でこれこういう感じで一応こっち正面にこうなるわけ、うん、こんな感じでね。それで先ほどのこれをここにこう行くんです、こういうふうに、うん、それでこの苔はね、あの長くなったらみんなか今これちょっとお椅子の中でね置いてあったんで、こう毛足が長くなってるのね、うん、これハサミでボッと切って短くしてもいいしね、うん、本当はさ、あの係長いるでしょ、苔張りの、うん、ああいうふうにしてね、全部苔の青いとこだけ切ってこうやってピンセットできちっと植えればね一番いいんだよ、うん、こういうふうにしておくんですよ、うん、なんせね、まだこのなんていうんですか、出来たてなのでね、この姿はちょっと分かんないけど、あとはあの見た人想像してもらえるよりしゃあないね、うん、これがあのピシッとこうね、今長いとこ積むからだから綺麗にこんもりできるでしょ、うん、ポコポコポコっと、うん、たらポコン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 とね、うん、できるし、今この苔もねこんなに長くしないで、みんなこうやってね頭こう刈ってさ、ちょっと今いい苔ないんでね、これ取って薄くするのさ、こうやって苔ね、うんうん、だからもうここピシッと、そのうちにね黙っててもね環境厳しいからね、あのこんな温室でなんか育てないんだから、うん、外で育てるとねこのピシッと閉まってできるようになるからね、うん、あとはねこういう赤玉にねちょっとこの藤綱をねこれ混ぜたもの、これは下にね大きい柄入れる必要ないんです、うん、ちゃんと水なんかねいつも足りない状態でいるから、こういう感じでこういう感じにしときますね。これねちょっとあの藤綱のね黒いのを入れるとね、うん、この美的感覚がいいわけさ、鉢移りがこれが濡れるとね黒が冴えてくるんですよ。で木のためにもねいいんだわ、あの夏ねあの寒い時でも一回温まったら冷めないからね、うん、石はなぜいいかったらね温度調整自分でやるの、うん、暑い時は空気を逃がすし、特にこういう軽石っぽいやつね、寒い時は温度中で保ってるし、こういう感じなんですけどね、こういう感じでね、あ全部入れちまえ、サービス、こういう感じです、過剰サービスか、うん、サービス、過剰サービス、よいしょ、これ。それでですね、これ汚いけどね、これ今あの水かけたらこの石がきれいに出てくるでしょ、でこれはさ、こういうとこちょっと上げとかないとね、うん、上心さがなくなるんでね、うん、これはいかにもあの石の上に乗ってるっていうふうに見えるでしょ、これギリギリに苔張っちゃうとさ、なんか石見えないとね、安定感あんないね、やっぱりね、ちょっと水かけるとまたね、うん、この表土がきれいに見えますんで、これ写りがいいでしょ、うん、こういう風になってね、でこれ鉢もさ、今ちょっとここもあれだけど、これきれいな石なんですよ、これこうやってね、手の方が汚いけど、これこういう石なの、これクラマ石っていうんだ、これいい、綺麗でしたでしょ、石ね、これ長、こうやっていつも水やってるうちに綺麗になるから、今汚いのがついてるだけ でとりあえずこう上濡らしておいてね、こういうしっとり感がいいでしょ、これこういう感じで少々待つのだぞ、はい、ということね、入ってきました。